ボニファシオ、ボニファシオ、フランス語、ボーニーフォチョ、コルシカ語、バニーエフジューは、フランス、コルスイコールデュイコール首都圏のコミューン、コルシカ島の南端にある。ボニファシオは、地中海に面しており、サルデーニャ島とボニファシオ海峡を挟んで向かい合っている。コルシカ南岸唯一の主要港であり、港一にある。その面積は広く、沖合に浮かぶ、ラベッジ諸島も含まれている。 フランスメトロポリテイヌ内最南端のコミューンである。ボニファシオは北を、フィガリと接し、北東をわずかに、ポルトイコールベッキオと接する。併用する境界は、およそ西のバンティレーニュワンから、東のサンタワンザワンへと走っている。海岸線は2地点で囲まれており、およそ75平方キロメートルである。高速道 n 九十八が、東岸沿いに、北へ向かい、n 九十六は、 西岸沿いに北へ向かう。ボニファシオ沖の島々はフランス領で面積は794.6平方キロメートルであり、ボニファシオ海峡海洋公園となっている。1993年、自然保護と海峡を船が航行することから危険な化学物質汚染を受けるのをぐため、フランスイコールイタリア間で合法的な共存を図ることになった。 1999年、フランスで、ボニファシオ海峡内の野鳥、その他植生、魚類及び自然全般の保護を含む土地を消絶した精霊が、履された。ボニファシオ近辺のコルシカ南岸は、チョーク色の石灰岩が露出しており、波によって削られ険しく、不規則な景観となっている。わずかにさらに内陸の石灰岩は、サルデーニャ島とコルシカ島を形成する。 火口岩と接続する。ボニファシオ港はフィヨルドに似た渓谷である、ボニファシオ湾内にあり、指状の突端、長さ、幅によって、外目から隔てられている。氷河気候期には、海面は現在より低く、沖合の島々は繋がっていて、渓谷はコルシカ高地へ向かう谷の一部であった。港内の最大水で、旧式の船や、現代の船を迎えるには、 さらに十分な広さを持っている。ボニファシオ市街は二つの部分に分けられている。旧市街、ビエイユビル、または神町を意味する LAO とビルは、下デル側にあり、地中海を見下ろす突端上にある。下デルは、ボニファシオが作られた旧世紀に建設が始まり、囲碁数回の修繕と再建がされてきた。近年まで、フランス外人部隊の支部として使用されてきている。 今日、内部にはさらに博物館が入っている。伝統的に多くの住民は、下出るのすぐ隣で守られている上町で暮らしてきた。港湾施設と住宅地が下へ向かって続き、LA マリーン、小島の狭い浅瀬が並ぶ。そして一部は谷の上へ遠く伸び、住宅地は戦場の景観となり、東部にある第三の住宅地サンジュリアンを作るに至る。 市街と、その防衛設備は、崖の頂上へ沿って一部が遠く伸び、標高およそ70メートル地点に達する。欄外は海によって、下をくり抜かれている。絶壁の円に位置する建物が、その上に張り出している。海からの景観は、日光の中できらめく白い町であり、下に広がる荒れ狂う、海の上へ吊るされているようである。ボニファシオには2箇所の戦士時代の遺跡がある。 町の北へ向かう N96 道路上のカペロ村近くにあるアラギナイコールセンノラの古代の洞窟と、さらに北のフィガリに近いバスクラッシュの墳墓でる。アラギナイコールセンノラ洞窟は、有名なボニファシオの貴婦人、およそ紀元前6,570年と炭素測定されたの埋葬地である。旧石器時代後期でも新石器時代初期でもないと、される。そしてバスクラッシュの糞母は、 巨石文化時代に属しており、新石器時代中期から存在している。二つの立石の並列と、サルデーニャ島、モンテ・アクリ山の黒形跡の後半入り用は、古代からコルシカ内陸へ至るルートが、ボニファシオ湾に存在したことを示している。ローマ時代、コルシカ南端部の唯一の記録は、プトレマイオスのものである。彼は、マリアノブ岬と町を同等に記し、地図上に区画し、 コルシカ島南部の最も遠い場所をあらわにした。東海岸の人々が乗せられた後、プトレマイオスは、翼に古代イギリシャの相場さの岩、さらに南であると述べた。人々は、その記載がされた直後に登場せず、街と岬も確認されておらず、ローマ街道もそこには何も示されていなかった。唯一の公式の道路、コルシカ街道は、古代ローマの記述者、 アントニニアイティンレリアムによれば、マリアナにある、ローマ人のカストラ、と、東海岸のアレリア、さらに南のパラスの間とを通っていたという。プトレマイオスは、パラスは、マリアヌムの北、東海岸にあったと曖昧に記した。さらに南へ至る痕跡も小道も記録されなかったが、それらの記録は顕著な、ローマの交易をも運んでいったようであ海峡を渡る海上交通は目覚ましく。 両校を放置しそうになかった。マリアヌムの町としてのボニファシオを確定するにあたり、マリアヌム岬の位置のためにその候補地として、最も頻繁に選ばれたの、コルシカ最南端地点である、ペルトゥサト岬で、港の9キロメートル東にあった。第二の可能性は、シアッピリ村近郊の砂浜、ピアンタレラにつながる一世紀のローマ遺跡、そして、スペローネゴルフコースの場所、 ボニファシオ西部の郊外型余化施設である。しかし、これらの遺跡は、ローマ時代の別荘、B 社と砂浜があったことを示しており、港として余化に適した場所として、少々価値があったに過ぎない。さらに、別荘は、マリアヌム住民の所有であったらしい。コルシカ島は、469年に、バンダル族の王、ガイセリックに占領され、 534年には東ローマ帝国領となった。ランゴバルド族が725年に再び島を奪い、カール大帝が774年に彼らを一掃した。彼は島を教皇庁へ引き渡した。教皇庁はゲルマン民族による島の後輩に最も強力な非難をしていた。806年にはイベリア半島を征服していたムーア人が島を征服し、 短期間を収めたが、828年に、教皇庁が、トスカーナ編強博に、島の防衛を命じた、当時のトスカーナ編強博は、名目上イタリア王国の支配下にある、神聖ローマ帝国に、受属する、強力な国であった。目に見えて、今日のボニファシオ市外は、828年に、初代トスカーナ編強博となったコロンナ家のボニファーチョニセイに、 ちなんだ地名と要塞によって形作られた。ボニファー・チョニセイは、北アフリカにおける、サラ先人制圧のため海軍遠征を引き、帰国後に、南高不落の要塞と、トスカーナ辺境白所有の海軍基地を建設した。これは、さらに遠く離れた辺境での防衛のためであった。シタデルの大半は9世紀の後のものであるか、日付が定かでないものだが、円形の塔であるいると、 リオーネは、原型の下出る時代から、その一部であることが確かである。11世紀初頭、マッサコグリエルモ・マラスピーナが、トスカーナ編境博となる。11世紀後半から、島の領有をめぐり、ジェノバ共和国とピサ共和国が争うようになった。1146年、ローマ教皇をエウゲニュース3世は、コルシカ島の領有と権限を、ピサ共和国のものと確認した。 1211年、神聖ローマ皇帝夫ー4世は、ジェノバに対し、ボニファシオオピサへ返還するよう要求した。1270年、ローマ教皇ボニファティウス8世が、コルシカおよびサルデーニャをアラゴン王ハイメニセ世の報道とした。1276年、ボニファシオのポデスタ、司法権を持つ市長パスカルダマールが、ジェノバ共和国に真珠を誓った。 1523年、国死病の大流行で、ボニファシオの人口5000人のうち約4300人が死亡。1559年、加藤カンブレジ条約によって、ボニファシオがジェノバへ返還される。1736年、ドイツ人冒険家が、ジェノバで亡命コルシカ人の支持を得て、コルシカへ上陸。チュニスのベグの軍事協力を得て、 コルシカを手をーる一世を戦勝、住民に支持された。しかし島の実権を握るフランスとジェノバによって島を追放された。1764年、コルシカ独立戦争平定のため、シャルル・フランソワ・デュムーリエが派遣された。1789年12月、憲法議会によって、ボニファシオ全体が同盟のコミューンとして再編された。 街の魅力と、牧歌的な砂浜に近接していることが、夏季に人気のある観光地、フランス本土からの観光客が優勢となっているゆえんである。ボニファシオへのアクセスは、フィガリ国際空港、車かタクシーで、か、サルデーニャ島との間を航行するフェリー、飛行機よりワイノビ数があるで可能である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。